月伯先生も私も人殺し出て行けと石のつぶてを投げつけられながら死闘という道を開いてきました。いや、この医学書も玄北先生らが死罪を投げ打って作ったもんや。道を開くということはな、自分だけの逃げ道を作ることやない。